こちょこ音声切れのバグというかトラブル起きるなぁ。動画上に音楽がちゃんと載ってたな。ゲーム音楽は、音楽というかゲームの音、ボイスラーも全部載ってたな。できることないかな。できんな、おとなしく寝ろ。純喫茶やってたんだな。今も純喫茶なんだろうか。純喫茶の定義は何だろうな。学校行く気はあるらしいな。まあ飯くらいくれてやる。客が来る前に済ませろよ。カレー食べたいな。なんだその顔は。いいから食え。そろそろ行った方がいいだろ。意外と礼儀はなってるな。さっさと行け。迷うと遅刻するぞ。ああ、外の札オープンに変えといてくれ。忘れんなよ。とっとと行け。迷うと遅刻するぞ田舎者。どこから出てきてるんだろう。出張先で1週間2週間
やったことあるけどほんま嫌だったな。渋谷でございます。それダメよ。銀座線に乗り換えろ。これ絶対現実の方が簡単だよな。標識どこだ。これは井の上線。上に出るんだっけ。銀座線はどこだ。あった、出口 7A8。 出口6。銀座線と JR 線が18。まっすぐ行かせてよ。行けんようになってるやないかい。標識が見えねえんだよ。銀座線どこなんだよ。もう普通に迷子だけど。当たった。銀座線左。現実の方が絶対にこの案内板分かりやすくなってるよな。乗らせてもらえんかったが。まいったな。雨なんて言ってたっけ。ん、降ってんの。急にだよ。春先はこれだから。そういや、傘持ってったのか。何、誰の話。別に。ご注文は。ブレンドちょうだい。昨日の地下鉄事故の影響を受け、現在も各線で大幅なダイヤの乱れが続いています。最近物騒な事故が続くよね。ほら、そのニュースで言ってる地下鉄の事故さ、同僚が巻き込まれて入院しちまってね。っていうか、ちょっと不気味だよね。事故や事件を起こした人、なんか突然おかしくなったらしいじゃない。取り調べ中にぶっ倒れて廃人になった人もいるとかってさ。へえ。やべ、降ってきた。早めに家出だな。いや、距離分からんから傘買うよな。まあ売ってるかどうかが問題だけど、すぐ売り切れたりするからな。Oh.
ちゃんのこの初登場シーンは絶対に揺るがんくらいのヒロイン枠やと思ったよな。おはよう。顎四角すぎだろ。学校まで送ろうか。遅刻するぞ。ありがとうございます。おっと、君もか。ああ。制服おしゃれだな。赤ボタンっていうのが現実じゃなかなか攻めれんよな。くそ、変態教師が。変態教師。ムービーの龍二、柄悪いな。うんだよ、鴨志田にチクる気か。いや普通に柄悪いか、ムービーじゃなくても。は？今の車だよ。鴨志田だったろ。好き放題しやがって。お城の王様かよ。そう思わねえか。いやだから、つうかよ、鴨志田知らねえとかマジで言ってっか。お前囚人だよな。なめてんのか。囚人学園だろその制服。2年か。タメかよ、見ねえ顔だな。もしかして転校生。察しはいいな。じゃあ知らねえわけだ。大した雨じゃねえだろ。遅刻すんぞ。大人になってから乗れるの嫌なったよな。たまいて帰りて。あの日、大きな地下鉄事故があったわね。覚えてるでしょ？巷で精神暴走事件なんて呼ばれてる騒ぎ、知ってるわね。他人事って口ぶりね。ニュースでも取り上げられたし、犠牲者には君の高校の保護者もいた。耳に入ってきたはずよ。あの日、君はまだ単なる学生だったの？質問を変えましょう。転入先は囚人学園だったわよね。都内じゃどこにでもある平凡な進学校。進学校が、あの頃一体何があった？前科持ちの人入れたりする？全てを話しなさい。もう少子化で定員割れとかしてたんか。あ、あれか。問題あって生徒がいっぱい辞めらされてたから定員割れは起こしてたんか。よ、不穏なムービーでいいね。なんか怒ってる感すげえある。道間違えてねえよな。やっぱ合ってるよな。どうなってんだ。中入って聞くしかねえか。そうなるかな。まあ、目的地の建物のはずならありえん話ではないか。しいな、学校が。そのはずだぜ、門に囚人って書いてあったしよ。ど
うなってんだ。県外、どこ来ちまったんだ。看板、学校のだったよな。だろ、お前も見たよな。ビビらせんなよ。誰だお前、生徒なのか。つうか、格好すげえな。鎧本物か。黙ってねえで何とか言えよお前。ちゅうかでかいよな。おい、2メーター越してるんちゃうか。だから俺もわかんねえよ。こいつら、やべえ。落ち着けって。タイムタイム、逃げるぞ。グズグズすんな、行け。くそ、おい、何なんだよこいつら。いった、シールドバッシュ。俺んだろうが。何してくれんだよ。ああ、連れて行け。おい、起きろ、おい。大丈夫か。ああ、なんとかな。どうやら夢ってわけじゃねえようだな。くっそ、何なんだこれ。おい、出しやがれ。誰かいんだろ。くっそ、どこだここ。なんかのセットか。怖いなこれ。なんだ今のは。おい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 、なんかヤバくねえか。おいおい、決まった。罪状は不法侵入である。よって死刑に処す。はあ、俺様の城で勝っては許されない。変態来た。鴨志田か。ただのコソ泥と思ったら、坂本、貴様だったとはな。また逆らうつもりか。貴様ちっとも反省してないな。個人名が分かるぐらいには今度は仲間を認識してるんだな。お前ふざけんなよ。王に向かってその口の聞き方は何だ。貴様、自分の立場が分かってないようだな。我が城に忍び込んだ挙句、王である俺様に悪態をついた罪、死をもって償ってもらうとしよう。処刑だ、連れ出せ。やめろ。くそ、付き合ってられっか。逃げんぞ。いった。剣を使わん優しさ。いいから逃げろ。こいつらマジだぞ。ほう、貴様逃げるのか。随分薄情な仲間だな。
仲間じゃねえ。ほら早く行け。どうした、おじけづいて逃げられないか。取るに足らない小虫が。俺様はこいつの処刑に集中するとしよう。そうね、クズが、ゴミ虫め。さっきまでの威勢はどうした。このゲロ殴る価値もない。今殺してやる。ん、お前俺様が誰かわからないのか。腹立たしい目をしよって。抑えてろ。あいつを殺したらすぐに殺す。やめろ、死にたくねえ。ピンクのブーメランっていうのがまたな。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかしこの声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。どうした、見ているだけか。我が身大事さに見殺しか。このままでは本当に死ぬぞ。それとあれは間違っていたのか。よかろう、聞き届けたら。契約だ。我々たち何時は終わる。己が信じた正義のためにあまねく冒涜を顧みる者よ。その怒り我が名と共に解き放て。たとえ地獄につながれようと、全てを己で見定め、強き意志の力を。殺せ。なんだと。そんなに殺されたいか。いいだろう。槍持ってた？覚醒しに来た。ファイブのペルソナ召喚、痛そうなんだよな。力はお前のもの。
やり方は任せ、自由に暴れてやれ。ヘルサいいか、いただいていく。弱点ではないんだね。一歩前進だ。今の何なんだ一体。やったぜ、つくしゃ！これか！よし、かかった！荷物ちゃんと持ってる。貴様ら！なあ、何なんだよ、今の！それに、お前の格好は…戻った！うわ！荷物持ってる、ちゃんと。貴様ら！意味わかんねえ。とにかく逃げんぞ。先に行け。ほら。おのれ、賊めだ。おい、絶対に逃がすな。ふざけるな。ああ、よっしゃ、ここでな。マジか。探索したって別に何もないんだよな。よし、一応行く。ない。わ、おいおい、こんなとこ渡れんのか。でも他に行けるとこもないか。よし、一気に渡っちまおうぜ。一人目大変だよなこれ。おっと、グラッと行かれたりつるっとするようなもんだったらもう終わりだもんな。くそ、よいよいと。お、城の兵士じゃねえな。こっから出してくれ。ほら、そこに鍵あるだろ。外出てえのはこっちなんだよ。てかお前どう見たって敵だろ。捕まってんのに敵なわけないだろ。助けてくれよ。猫じゃねえ。次行ったら許さんぞ。もう来やがった。県外だ。外と連絡つかねえのかよ。一体どっから出れんだよ。おいお前ら、出口が知りたいのか。出してくれれば案内するぞ。捕まって処刑は嫌だろう。我が輩に二言はない。どうも調子いいなこいつ。二人だけで出られるってんなら好きにしろよ。どうするよ。
マジなんだろうな。早くしないと捕まるぞ。仕方ねえ。うわっ、シャバの空気はうまいぜ。出口はどこなんだよ、化け猫。猫っていうな、我が輩はモルガナだ。うっせ、早くしろ。また閉じ込めんぞ。分かってるよ、ついてこい。静かにだぞ。もう4件じゃない。さくらさんは家出たって言ってるし、警察に連絡した方が。あ、いや、そんなの余計面倒なことになるし。ふん、ほんと厄介なこと押し付けられちゃったな。しゃあね、ついて行ってみっか。気持ち悪いそうだな。何やってんだ。決まってるだろ、橋を下ろすんだよ。クセッケのお前、金髪より飲み込みが早そうだ。ちょっとこの像を調べてみろ。口のところだ。こんなわかるかよ、素人め。さっさと行くぞ。うわぁ、うわぁ、やべ、来た。とんだ素人め、じっとしてろ。おい、お前、戦えるんだろ。やるぞ、来い。なんで戦えるってわかったんだろう。最高が格好だからかな。お前もそれ出んのかよ。速やかに黙らせてやる。シャドウめ、迎撃態勢に入りやがったな。我が輩たちを殺すために本気を出してきたってことだぜ。支援してやるから死ぬ気で戦え。行くぞ。やってやる。いただいていく。弱点ないな。やっぱり素人だな。戦いってのはこうやるんだよ。火を示せ、ゾロ。何するの。弱点に攻撃して敵をこかす。その隙をついてさらに動く。基本中の基本だ、覚えとけ。まあチュートリアルな。ほら、さっさと突破するぞ。我が決意の証を見ろ。消えなお。一歩前進だ。まあ序盤だけあって、サクサクレベル上がるな。見事な成長ぶりだ。お、よし、いいか。ちょっと待った、これこいつの格好どっかで見た気が。あ、くそ、頭がパニックって出てこねえ。行くぞ。待てって。何なんだ、早くしろ。こいつら確か他人の心配してる状況かよ。それにそいつらは見つけたぞ。
言わんこっちゃねえ。お前がブレないやつで助かるぜ。あっちもやる気みてえだな。ピクシーはジオか。使えんからな。エルコナー奪い。あれゲイハウィーク出た。いや、まあ、そんな戦闘ないだろ。よし、新手が来る前に逃げるぞ。待てって、こいつらこんままじゃ。お前、本当に何も分かってないんだな。いや、説明してる暇はないか。おい、我が輩は行くぞ。ついてこないなら好きにしな。分かったよ、畜生。こっちだ。モルガナの足が可愛い。ぐるぐるなるの。着いたぞ。やっとか。助かった。あかね。てめえ騙しやがったのか。慌てんな。こっちだ。ま、待てよ、おい。どっから出んだ。窓もねえぞ。これだから素人は。こんなの基本中の基本だぞ。その通り。お前やはり筋がいいな。外までちゃんと通じてるぜ。なるほど。ってことは、あのハマってる網を。せーの。うっ、やべ、敵に聞こえてねえよな。リュウジは本当にダメだな。やっとだぜ、マジ。喜ぶのは出てからにしておけ。さあ行けよ。行けよって、お前は。我が輩はまだやることがあるからな。ここでお別れだ。そっちこそ気をつけろよ。じゃあな。あいつら使えそうだな。我が輩の見立てが確かなら、あのクセッケの方は特にな。すげえわけしり顔で話してるけど、俺がな、この時点でほとんど何のことも分かってないんだよな。俺らどうなった。ホームに帰還しました。お疲れ様でした。は？帰還しました。逃げ切れたってことか。もう何が何だかよ。何だったんだよあれ。城とか鴨志田とか妙な猫とか、どうなってんだよ。でかい声だな。お前ら囚人の生徒か。サボりか。あ？違うって。学校行こうとしたら変な城で。なんだ。おい、カバン出せ。おかしなもんやってないだろうな。これちょっとしゃあないよな。なんでそうなんだよ。君は友達か。だったら学校に行きたまえ。彼を連れてね。だから俺だってわけわかんねえんだって。囚人の前なら通ってきたよ。おかしなところはなかった。それ以上デタラメを言う気なら学校に連絡するぞ。お前からもなんか言えよ。いや、そうじゃねえだろ。いや、ま、待てよ。マジかこいつ。行きゃいいんだろ。リュウジ、アホすぎるんだよな。国交省が辞任表明。これで新島さえ。そういえば彼女、今は泳がせておくか。まあ序盤だから謎をいっぱい散りばめてというところだな。マジかよ。同じ道来たはずだろう。
どうなってやがんだ。どうなってんだはこっちのセリフだ。歩道の連絡あったぞ。あの警官結局作ったんかよ。お前が一人じゃないとは珍しいな。こんな時間までどこほっつけ歩いてた。城？まともに答える気ないわけか。城がどうしたって。鴨志田、のんきだな坂本。陸上の朝練やってたこととは大違いだ。うっせえてめえが。鴨志田先生になんて口聞いてんだ。お前なもう後ないんだぞ。向こうが煽ってきたんだろうが。本当に退学になりたいのか。とにかく事情聞くからな。はい。はあ、ふざけんな。私も配慮が足りませんでしたし、ここは寮生媒ってことで。鴨志田同僚というか大人にはちゃんとしてるんだよな。とにかく来なさい。大遅刻は事実だ。わかったよ。ところで例の転校生ってのはお前だな。どこかで会ったか。そうか、思い出したぞ。まあ今日だけは多めに見てやる。なんでだろう。校長から聞いていると思うが、問題を起こしたら退学だからな。ちょっと後ろめたかったんか。まあいい、早く職員室へ行け。川上先生も待ちくたびれてるだろう。新しい学校生活せいぜい楽しめよ。学校が古城に？喋る猫？まさか過剰投与で幻覚が見えてるの？ふざけてるなら承知しないわよ。話を進めさせてもらうわ。怪盗からの予告状が届いた相手は学校 OB の五輪メダリスト、体育顧問の鴨志田傑。確かに鴨志田のしたことは欲に溺れた許されざる犯罪だった。自供の裏も取れたわ。でも転入したての君には因縁なんてなかったはず。なぜ狙ったの？それは通らないわね。もう一度よく思い出しなさい。すげえひそひそされてる。職員室。はあ、君ね。この疲れ気味のもなんかちょっとそそるものがあるような。説明してくれる？なぜだろうか。道に迷ったなんて時間？もう昼休みよ。まあ慣れてないのは本当でしょうけど、遅れすぎ。ちゃんとしてよ。昨日念をされたでしょ。というかさ、あの坂本くんと一緒にいて補導されたって聞いたんだけど。はあ、関わらないでよ。問題児なんだから。彼も部活で陸上に打ち込んでた頃はああじゃなかったのに。P4 報道選択肢で何かが上がったりせんか。もうすぐ終わりだし、地下鉄事故の影響で今日は5時間目までだから、授業の前に自己紹介してもらいます。ついてきなさい。ところで自己紹介のことだけど、
嘘でもいいから真面目にね。余計なことは絶対言わないで。もしかしてあの人？ひそひそされてる。いきなりモブの性格が悪すぎるんだよな。普通に見えるけど。目合わすと殴られるかもよ。静かに。転入生を紹介します。今日はその体調不良ということで午後から出席してもらいました。じゃあみんなに一言お願い。おとなしそうだけど切れたら。だって障害でしょ。その席はね、あそこね、空いてるとこ。悪いんだけど近くの人、今日は教科書見せてあげて。最悪。教科書なんて実質いらんけどな。嘘。見た？知り合いなのかな、あの二人。転校前から手出してたってこと？それ鴨志田先生と二股じゃん。もうさ、さすが高牧さんだよね。つうかあの空間やばいよね。みんな椅子に浅く座ってるな。あ、そうだ、あさって球技大会だったんだ。クラス変わったばかりだから進行を深めてね。さーて、じゃあ授業を始めますか。日直起立。どうしたの？はあ、ちょっと君大丈夫？あと、もう噂になってるみたいだけど、言ったのは私じゃないから。早く先生と仲良くしたいな。ほんと勘弁してほしいわ。なんで私がこんな目に。寄り道しないでまっすぐ帰りなさい。さくらさん、怒ってたわよ。ああ、あと坂本くん、あの子とは関わっ、噂をすれば。何の用？今日補導されたんですって？うるせえな、何でもねえよ。頭も黒くしてこないし。すんませんっす、屋上で待ってる。はあ、見たでしょ、関わらないでよ。疲れてるな。なんであんな生徒を編入させたんです？早速坂本とつるんでましたよ。前歴のある生徒と暴力事件の張本人だ。これじゃいくら私が学園に貢献しても意味がないというものですよ。そうおっしゃらずに。この学園は鴨志田君頼み、あなたはうちの花です。ただ花の裏で地道な積み上げも必要なんですよ。校長も辛労が絶えませんな。そういうことでしたら結構。これからもご期待には応えてみせますよ。悪かったな、呼び出して。どお互い様だろ。聞いたぜ、前歴あんだって噂になってるよ。道理で肝が不定わけだぜ。あれ、何だったんだ。城で殺されそうになったやつ、夢じゃねえよな。お前もだよな。まあ一緒だからってなんだって話だけどよ。疲
つか夢とはいえ鴨志田から助けてくれたよな。とりあえず礼言っとくわ。けどあそこで見た鴨志田、お前は知らないだろうが野郎には噂があんだよ。そう、ガタイのいいもじゃもじゃ頭、城でエバってやがったやつだよ。バレー部の顧問だが元メダリストで、部も全国行ってっから誰も何も言えねえ。あの城の鴨志田が王様とか、そこが妙にリアルっつうか。なんだかなあ、あの城噂を真に受けて、なんか邪推するのは悪みたいな。夢に決まってらのがベースにあるのに、話は終わりだ。最近噂実は本当だったっていう話がすげえあるよな。問題児同士気合いそうだぜ。俺坂本龍二な、見かけたら声かけっから仕方すんなよ。じゃあな。まあ基本スタンスとして自分でがっつり確認せん限りは、よっぽど信用しても7割ぐらいまでしか信用せんことにしてるけど、どっかに違うかもしれんという。おい、学校から連絡あったぞ。初日から半日もサボったって。朝ちゃんと起きたと思ったらこれだ。とにかくおとなしくしてろ。何かあったら人生終わっちまうんだ。保護観察って意味分かってるか。ならいい。お、電話の持ち方よ。ああ、店閉めたとこだ。ちゃんと30分で行くってば。何ぼーっとしてんだ。さっさと上がって、早く寝ろ。違うって、男だよ。バイトを雇っただけだって。鍵かけて、それと電気消しとけ。忘れんなよ。ああ、今出るからな。だからただのバイトだってば。まだいろいろできんか。真面目な学校生活を送れ。これでまたベルベットルームか。やっと気づいたか。さて囚人、絹の牢やってな。主よりお話を賜ります。心して聞いた方が自分のためです。まずは再会を喜ぶとしよう。おお、覚醒を果たしたな。それも特別な力のようだ。これでようやく構成を始められる。イコールの声優さんもこの人なるんかな。今はまだ多くを理解しなくてもいい。目覚めたペルソナの力、お前にはそれを鍛えてもらう。ペルソナとは外の事物と向き合う時に現れ入れて心を寄ろう、いわば仮面だ。お前には期待しているのだよ。何、心配しなくていい。時が来れば知ることになる。ところで異世界ナビは気に入ってもらえたかね。あれを使えば現実とパレスとを行き来できる。お前を俗に仕立てるため私が授けてやったものだ。主からの異世界ナビだ。心して活用しろ、囚人。立派な族になれるよ。せいぜい精進なさい。異世界ナビを活用するのに一人では心細かろう。お前にとって有益なものにならば、そのものにも異世界ナビをくれてやる。すべてはお前がより優れた族に育つため。ふん、時間だ。戻ってせいぜい休憩時間を楽しむがいい。